でもなんかローレンねえ、でも意外と俺たちあれだよ、配信で絡む機会ってあれだよ、あのそうないよな、配信でマジで絡んでないよね。いやだからフォールガイズぐらいだよ、だから本当に。えそうなんだよね、あのミナティで配信で絡んでる機会って違和感ある。いや今なんかノイズがやばかったね、今大丈夫、一瞬もう一回やって、絡みないよね、配信で絡んでる回数少なくて違和感ある。いやそうだよね、いやだからその共通のそのなんていうゲーム、フォールガイズぐらいだったじゃんやっぱさすがに。えまあでもロストエッグあるジャンプキングあるでしょ。ああまあやってはいたね。えだから結構あるけどね、別に正直で逃げてるだけでしょ、だから別に。いやあれ別にそんな逃げてるやん、そんな別にコラボするゲームじゃないから、あれ別に。スーパーバニーマンとかバニーマンやってた。スーパーバニーマンちょっとやったことないね。ああないんだ、ね、あなんか耐久系のゲーム確かにその別でさもうやってるけどさ、あれじゃあまた今度勝負しようよ。ああもう全然勝負になるかどうかが怪しいけどまあまあ全然来るよ。ロストデック勝負したいな、俺も普通に得意だから。俺もめっちゃ得意や。あ、ほんと？じゃあここちょっと楽しみですね。バリーマン、でもやったことあるでしょ？いや。え、ないんだ。バリーマンない。あ、そうなよ。あれは鬼畜ゲーなのだと思った。いや、あれは鬼畜ではない。あ、違うんだ。あれはね、バカゲー。あーバカゲーね。あと、なんだっけ、あれ、なんか、最近何、ポゴが耐久系だと流行ってたっけ？え、もしかしてポゴやったことないの？あ、ポゴは俺ちょっと知らないっす。やったことない。ポゴやったことないけど、誘い受けちゃった今日。いや、ポゴはでも大东。うん。配信者としての登竜門やけどね、ポゴ。ポゴやったことないって時点で俺配信者として一つなんかちょっと。ポゴみんなやんの？本当に？下に見ちゃうよ、それ。ああ、マジか。ポゴやってないんだ。いや、よほどすぎるな、じゃあそれ。うん、二次三次やってる人いなくない？でも、いる？お前だけじゃない？ね、カゲツくんやってたよ。カゲツくんやってたけど、一生同じとこいた、俺多分。一生の人でなんか笑ってた。カジツくん一人でポゴ耐久してた。さすがに。一人でポゴは本当に地獄でしかないんだから。いやでもカジツくんめちゃくちゃ FPS 上手いけど、FPS 以外あんまり得意じゃないの、いいよねそういうの。そうね、そうギャップがいいじゃん。そういうの俺なんか本当好きマジで。まあでもあれか、最近だとあれだよね、その GTA めっちゃやってたよね。ああやってたね。やってたねあれね。バリおもろいやろうよ。いや俺休んでたもんだってその時期。あそうだわそうだわ。そう。また次やったらやマジ。いやもうやる次タイミングだったらちょっとやりたいわ。一応一緒にギャングやりたいわ。お誘いいただいてましたから。ほう。その時もちょっと酒飲んでいくわさすがにじゃあ。酒飲んで GTA。酒飲んで GTA。あれ狂いすぎやろ。荒れるぞそれやるとさすがに。荒れるね。だいぶ。ああちょっと今後ねなんかいろいろ誰かやってほしいあのコラボのゲームとかあったらちょっとコメント欄書いといてください。本当に、はい、本当に見ます見ます。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。うわやっぱさすがに元気印のローレンから朝からやっぱ元気出るわこれめっちゃ。今年一番楽しかった。今年一番、はい、今までどう何があった。本当に今年で一番楽しかった。あガチでよかった。更新した、はい、うわちょっとじゃあこれからまたなんか体操以外で遊ぼうね。遊びましょう。バンドも頑張ろうな。じゃあローレバンド頑張ろう。じゃあさ今日一日さあの頑張る視聴者に一言もらっていいですか。皆さん今日ちょっと天気悪い方もいるかもしれないですけど心は晴れやかに一日頑張ってください。めっちゃ音割れてる。よろしく頑張ってね。